今回挑戦していただくゲームはスリル。まず2つの箱どちらかにスタミナの1万円が入っている。挑戦者は2つの箱のうちどちらか1つを選び、その箱に1万円が入っていればもらうことができる。万が一1万円が入っていない箱を選んでしまったらもらうことができない。前田さん、はい、スリル、はい、挑戦されますか？します。すんなり即答。即答だね。即答始まってるんで、もう、はい、僕に何か質問してもらっても全然大丈夫です。あ、今回ね、パソコンが、はい、この、ま、アップル、はい、とバイオ、はい、ソニーのバイオ。ガチで言うと僕初めて買ってもらったパソコンがバイオです。パソコンとか結構詳しいの？その得意な人並みって感じですね。そんな詳しいことはできないです。あ、じゃあメカニックオタクではないってことですね。そうですね、はい、ネットしてなんか学生の時パワーポイントとかエクセルとか使ってたぐらいです。あー、でもすごいじゃん。最終学歴はどれぐらいなんですか？あ、オタク来た。最終学歴は、はい、普通に大学卒業って感じです。あ、大学はそういう工業系だったんですか？いや、全然経済学部です。あ、じゃあ本当にドロータなんですね。はい、本当にドロータです。あ、そうなんですね。あれ、秋葉原とか行かれるんですか？あ、よく行きます。あ、どちらの方に行くんですか？トリオっていうあの生写真とかグッズを売ってるお店があるんですか？ あ、そうなんですね。自分ちょっと詳しくないんでわかんないんですけど。喋り方だけオタクの喋ってきた。ごめんなさい、あんまり知識はないみたいです。いや、本物を目の前にすると緊張します。アムアムアどっちに入ってる層とかある？今の段階で。そうですね、僕 Mac は使ったことないんですよね、パソコン。あー、なるほどね、はい、こっちの方が断然愛着あるんですよ。はいはいはい、バイオ、はい、バイオはまあソニーだからね、はい、うん、いやー、グッズに出んのか。取られちゃったらね。僕はもう心は決めましたね。早いな。決断力が。決断力、確かにね、うん、あんま迷ったりしない？そうですね、意外と迷わないタイプです。芯があるよな、オタクって。っていうのと、明日オンライン握手会なんですよ、うん、早めに帰りたいっていうのが、うん、さっさと終わらせたい。さっさと1万円取って。ごめんね、明日でしょ。はい、なんで今日早く帰りたいの？いや、あの、一回台本作らないといけないんです。僕台本作ってるんです。ニューズリーフに書いて。マジ？はい、え、喋ることを。喋ること。え、何分ぐらいなの？1枚5、6秒ぐらいなんですよ。え、でもなんか聞いたところによると、うん、メンバーによって違うらしくて、うん、多分人気メンバーとかちょっと短くなってるのかなって感じなんですけど、大体1枚5秒6秒ぐらいなんで。チェキ1枚。いや、あ、 CD か。 CD1 枚です、うん、はあ、なんで、まあ、僕明日6 1回で6枚ぐらい使うんで、はあ、30秒ぐらいは話せるかなって感じ。マジ？ショートネタだね。ショートネタだ。30秒かよ。え、あっちの帰りも込みの台本を考えてるってこと？はい、もちろんそうです。でもう一方的にバーッ30秒喋るわけじゃなくて。そうです、そうです。もし言葉に詰まったらこれを話そうとか書いてる。うわうわ、もうじゃあいろんなパターンがあるんだね、はい、確かにそれはちゃんと、はい、今日も早めに帰ってね、うん、早めに帰って台本仕上げない。仕上げないと。プライベートだからあんま聞いたらあれだけど、はい、どんな感じでするのとか見せてもらえることって可能なの？ああ、いいよ、見せてくれんの？なんとなくでいい、全然で、だいたい画面に、うん、今何人待ってて、うん、あなたの番まであと何分ぐらいですっていうのが表示されるんですよ、はいはい、なんでもうこれをまあ立った状態でもうずっとこうやって待ってるんで。かっけえ、かっけえ、見せてね、精神統一してる。これも噂らしいんですけど、うん、噂なんですけど、ちょっと前から向こうはこっち側が見えてるらしいんですよ。ああ、なるほどね。繋がる前からなんか 2,3 人前ぐらいからこっちは見えてる、はい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 、なんで気が抜けないんですよね。なるほ ど、変なことしてらんないよね。変なこともできないし、例えばちょっと髪型直したりとかももしかしたら見られてる可能性があるんです。あ、なんか鼻ほじったりとかしてたら、はい、ってことよね、見られちゃうってことね。3人前ぐらいからちょっと笑顔をキープして。
あちゃんとね、プロだな。で自分の番になるじゃないですか、次はあなたの番ですってなって3、2、1ってカウントが始まるんですよ、始まって3、2、1で始まってメンバー映るんですね、でああこんにちはって感じです、ああこんにちは、まあ、こんにちはって感じで、まあ、向こうがなんか反応してくれるじゃないですか、その時によってこの下にルーズリーフを置いたやつを見ながらちょっと話してうわすげえ。それ終了のカウントダウンもあるの？終了はない、あ、右上の方に間もなく時間ですっていう表示が出るんです、そしたらちょうどいいところで切らないといけない、めちゃくちゃ早口になりながらすごいな、そしてふわーって画面が消えていって、むちゃくちゃトーク鍛えられるじゃん、すごいよその尺で収めるとかね、その30秒の中にその自己アピールしなきゃいけない、めちゃくちゃ面接とか強くなる確かにそうだね、すごいよ、面接も強くなるし、テレビとかでもね、ちょっと自己プレゼン力みたいなのバー出された時に、うわすごい面白、それ終わった後の前田が見てみたいね、どうなってんのかなこれも噂なんですけど、終わった後もちょっと待ってあ、じゃあもうちょっと決めてないといけないの気が抜けんじゃあもう今日はね、はい、大事な台本書かないといけないから、先輩にこんなのやらせてもらってる場合じゃないよ。そうだね。台本がネタはもう締め切り明日だから。CD6 枚だから。CD1 枚いくら？1000円ちょっとですね。ああじゃあもう6、7000円ぐらいか。はい、でもこれで稼いでもうね。なるほど。じゃあもうお決まりということで、はい、どっちだと思いますか？僕はこっちだと思ってます。バイオ、はい、ではバイオでファイナルスリル、はい、ファイナルスリルと言ってしまったら、はい、変えることができません、はい、ファイナルスリル決断力やべえ、まっすぐすぎるそうだよね、うん逆に心理戦とかじゃねえ、もう一番素で戦ってくれてるよし、じゃあ一緒に開けようか、はい、それではいきます、3、櫻坂46の12月10日のアニバーサリーライブのチケットが当選してたんですよ、2、その1万円で、うん、はい、グッズ買いました、1、竹本優ちゃんとかです、おう竹本ゆうちゃんってことです、おう竹本ゆうちゃんってことです、おうゼロまた親に借金ですよ重い重い重い、グッズの方は、はい、ちょっと諦めてます、そうですね、でもごめんね前田、ちょっとそんな悲しい顔されるとやっぱちょっとあげたかったなっていう気持ちにもなってくるんだけど、ごめん勝負だから、はい、ごめんね、本当心の片隅にうちの母親がパートしたお金が、うん、僕が借金してグッズ買うことになったんだっていうのをやばいぞやばいぞ、なんで俺が罪悪感急に怒ってるぞ、ごめんね怒っちゃっただってもう前田はもうだってもう1万円分絶対買うもんな次のグッズ、ごめんごめん申し訳ない、なんかだからやっぱ破滅になっちゃったよ、破滅になっちゃったああ、お仕事またね、はい、ぜひ遊びに来てください、え、これ何回も挑戦できるんですか、はい、もちろん、何回も、まあ、そんな週1とかで来られたら困るけど、はい、まあ、またね、なんか機会があったら、はい、そしたら僕、次からあの劇場で影山さん見かけるたびになんかうろうろしますやばい、金づる、もう結構ね、何人かいるのよ、そういう人カラタチのオタクチャンネル、はい、詳細出しておきますので、はい、ぜひチャンネル登録お願いします、はい、カ
カラダチマイル君でした。ありがとうございました。ありがとうございました。M1 頑張れ。ありがとうございます。頑張って今。ああ怖かった。ああ怖かった。一番無機質だったから、ね。戦い方が。